はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、オプティックのチャイナ、はい、こちら一箱でご依頼者 R&H さんです。はい、でこちらで、開封して、昨日のものと梱包して、はい、発送はステイでということで、はい、了解しました。はい、じゃあ一箱でね、よろしくお願いします。昨日はね、木もルーキーだったし、赤もねちゃんとルーキー出ましたし、よかったですよね。よ、はい、はい、じゃあね、ワンパックずつ開けていきます。よろしくお願いします。はい、まずはシェイ、お、マン君、さあルキがとりあえず1枚ね来ました。はい、ビールにステイン、次来れば来た、はいまあとりあえずポール女子、はい、今 80% ぐらいですね、全パックルキー 80% ぐらい、もう ここで決まる、来たはい、あ、ファンタジースターズの光ですね、多分シルバーかな。はい、せーの、あ、ぶせちゃう、まあ赤とかね、金じゃなくてよかったかなぶせちゃう、はい、マジックファンぐらいかなまあでも珍しいですけどね、マジックファンの方は欲しがると思いますよ。なかなかこうインサートに入るのってないですから。はい、お、カルバラス、うん、ジョッコリ。さあ、ルーキーはとりあえずね、ほぼパック1確定。まあでも、なんとも言えないですけどね、中身は、やっぱり赤とか金のいい選手、インサートのね。お、ヒーローが来たということは、ジャイオン・モラントいる？ノックス。シルバーですね。ペイペイ、さあどうだ、せーの、あ、キャロル、うん、まあキャロルいい選手ですよ、めっちゃ唯一無二ですよ、うん、もう貢献度がすごいですね、まあ、フィールドゴールちょっと荒いかなって気はしますけど、ほらやっぱ印刷ミス、ほらなんか、うん、ほこりがなんかついてて、その上から印刷しちゃったのかな、ちょっとエラー、なんだろうねエラーじゃなくて、まあエラーか、うん、はい、ガリナリ、ケルドン、リラード、フェーバス、よいしょ、赤系がまだ来ないですね。はい、ローリー、ラングフォード、ジャイオン、これなんかジャイオンもらんと出やすくない？まあちょ、そんなわけない。まあ、箱で開ければな、何枚か出るから出やすいかなっていう、いう問題ですけどね。でもなんか、もらんとかジャイオン、ほぼエブリボックスにいないですか？ねえ、必ずじゃないよね、普通ね。エイトン、ウィンドラ、ヨキゾウ、はい、トバイアス、あ、やっと赤が来た、ジャレット・アレン、ニッコロさん、赤、せーの、カメ君、はい、まあクリッパーズカラーのね、まあ青と赤ですから、はい、カメ君もね伸びしろあるかな、どうでしょうね。はい、まあでも頑張ってるでしょうね。クリッパーズは結構いいベテランの方々多いですもんね。もうルーさんとかもう話聞いてね、ルーさんとかに弟子入りして、で、河合さんとかは修行行ってね、で将来の柱になるね八村来ました、
で、赤、せーの。あ、丸かね。はい。ちょっとなんかチームカラーっぽいところがよく絡みます。ブルーズで赤、レッドウェーブですね。はい。赤が2枚連続来ましたね。前半がそんななかったんですけど。ギャフォード。あ、前ハウス、赤ウェーブ。はい。さあ、ここはね、人によります。すごいっすよ。せーの。あ、カルバ、ルーキーだ。はい。まあいいでしょう。はい、マイハーチの。はい。まあちょっと俺っていう、はい、タイプですね。はい。うん、カルバ。はい。これで赤が3枚ですね。はい。ルーキー、マルカネン、カルバー、マイハーチですね。でルーキーワイカールズ1パック1で出てます。ずら。あ、モラント来た。ね。はい、シンゴちゃん。もうこれで、まあ、あのジャイオン出て、グレーディングしたら200バックですよ。今の段階ですよ。まあ将来上がるかは、その選手次第ですけど、パフォーマンス次第です。ジャイオン、来ました。はい。ということで、じゃあ、光ってた。せーの。あ、ルーさん。ね。そう、壁くん、とりあえずルーさんに、こう、ジャーニーマンになってしまうとどうなるかっていう勉強を、こう、ね。はい。ルーさんは自分で勝ち取りましたからね。うん。いや、どこ行っても適応しましたからね。すごいですよ。いい選手ですよ、ほんと。尊敬しますよ。サバズ、タッカー、レッドウェーブです。せーの。ティーグ、うん。まあ、ちょっと一息。で、AD。これで赤が4枚。赤4。ルーキーはほぼパック1。トリスタン。ブルーノ。デュマース。ポルちゃん。あと4パック。はい。お、何も来ました。で、八村も出てますからね。うん、この組み合わせいいですね。うん、八村、ナン、ザイオン、モラント。ね、いますもんね。エンビードにアロンゾ。でも、高確率すぎますよね。だって、ホビーでワンケース、オプティック開けても。ザイオンとかモラントって3、4枚ずつ出ればいいぐらいじゃないですか。これほぼ来るでしょ。2分の1以上ですよ。で、最低でも2分の1、あ、赤来た。せーの。アデバヤさん。はい。アデバヤさんも多分ね、ホッシャンに弟子入りしてんだろうな。はい。いい選手になりましたね。ヨナス、クラーク、クラークもいました。で、ミッチェル、カータージュニア、で、ラストです。今赤5、ルーキーパック1、ザイオン・モラント入り、クラウダー、コディ・マージ、最後インサートでした、マジック・ジョンソン、で、ケンバですね。はい、ルーキーの光は壁くん。ただ、ちゃんとね、ルーキーがほぼ、2パック、あ、2パックじゃない、パック1、エブリパックにほぼいました。で、ザイオンと、ジャイオン、ね。ジャイオンって言ったんですけど、いつもザイオンって言っちゃいますね。はい。ジャイオン、モラント。で、壁くんの赤。で、ザイオンはマイハウスにもいました。はい、あと赤はね、あ、そうだ、カルバーの赤もこれ初めて見ましたね。逆にあの、マイハウスの通常のカルバーって、チャイナ見た見ないよね。モラントかあのザイオンよく見ますよね。まあ、そういうのもまあ、
ある程度コントロールされてるのかな、どうなんでしょうねっていう感じです。はい、ということで、こちらで梱包して、発送はステイでということで、R&D さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあここはでかいっすよね。うん、出やすいっていうのがでかいです。ありがとうございました。